大手総合商社、早日の男性社員が別の会社の営業秘密を持ち出したとして警視庁は2日、不正競争防止法違反の疑いで早日の本社などを家宅捜索しました捜査関係者によりますと、男性は去年の夏ごろ別の大手総合商社から転職していてその際に営業秘密を持ち出した疑いがあるということです早日は捜査に協力してまいりますとコメントしています